リベルトチャンネル。やいしょー。さあ皆さん、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私が天の声で司会をやっておりますシャバダの藤です。よろしくお願いします。そして、はい、リベルトガールのあかりつむぎです。はい、よろしくお願いします。さあ、つむつむさん、はい、今リベラジの収録が終わりまして、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。どうでしたか、今月の収録は。はい、絶好調。絶好調ですか。はい、絶好調のなんか一言くださいよ。何ですか、絶好調一言。ここの見どころを教えてください。見どころ、はい、見どころ、聞きどころか、聞きどころ。まあ、新たな私の一面の確かにいっぱいありますからね、はい、そちらご覧いただきたいと思います。さあ、このね、イベルトチャンネルでは前も一回ちょっとつむつむにはやっていただきましたが、うん、今回もちょっと別の企画をご用意させていただいておりますので、はい、そちらにチャレンジしていただきたいと思います。題して、今回はセクシーお絵かきしりとり。さあ、もうこれは簡単な企画になっておりますよ。さあ、それではルールを説明させていただきたいと思います。今からこちらのフリップですね、はい、こちらにペンございますので、はい、ちなみにつむつむさんは絵描くのは上手ですか。はい、もうこれやばいな。大得意です。画伯ですね、これ。画伯、画伯。さあ、今から絵を描いてもらうんですが、まずですね、しりとりなんでそのまま聞いた文字から連想する絵を描いてもらいたいと思います、で、描いてもらいたいんですが、ちょっとセクシーな、セクシーな絵を描いてほしいんですよ。難しいでしょ、ちょっと。なので、あの、普通しりとりって名詞じゃないですか。だから動詞とかでも大丈夫です。うん、はい、何々をしているところみたいなのでも大丈夫です。そういう感じのやつを書いていただいて、今スタッフさんが何人かいらっしゃいますので、スタッフさんが分かった時点で次の絵に行って OK なの。はい、それを制限時間2分以内で3つクリアできることができれば OK、クリアできなかったら今回も罰ゲームをご用意させていただいておりますので頑張っていただきたいと思います。はい、さあ、じゃあまずはイベルトのトからいきましょうか。それでは2分間いきたいと思います。スピードも命ですからね、はい、3つ書かなきゃいけないですからね。それではいきましょう。イベルトのトからセクシーな絵を描いてください。用意、スタート。セクシーなトって何。はい、はい、書いて。セクシーなトって何。トから始まるものをとりあえず書いて、それを無理やりセクシーにするっていうのもあるんですよ。ト、ト、はい、つむつむ、1問目から泣き始めるのやめてくださいよ。セクシーなトって何。はい、はい、とりあえずトのやつ書いてみて。トで思いつけるんですよ。はい、さあ、またこの放送事故になりそうですので。ちっちゃ、セクシーよ、セクシー、セクシー、ないよセクシー。それ無理やりセクシーで、無理やりセクシー、無理やりセクシー。さあ、1分経過。じゃあやってやるの。じゃあセクシーじゃなくてもいいよ、もうこれだったら。はい、これ皆さん分かりますか。いきますよ。分かります皆さん。分かった、分かった人言ってください。鳥、鳥、正解。リ、リ、リ、次リ、羽がない鳥、初めて見たけど、リ、リ、さあ残り30秒。待って、リ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 、セクシーなリね。さあ何が出てくるんでしょうか。さあ、もう制限時間ないです。リ、さあ皆さん、これ何でしょうか。これ何ですか、分かった人。リですよ、リ。これ何、これ何。2分経過終了。さあ、リリちゃん、リリちゃんですか。リリ、すごい。
で終了になるからさあということで2分で、まあ、セクシー1個なかったけどリリちゃんもセクシーだからセクシーね、はい、ということで1問ということで罰ゲーム決定無理無理残念でございましたということで罰ゲームはこの後私があるものを渡しますのでモノボケセクシーをやっていただきたいと思いますのでモノボケセクシーに言った後にまたいつも通りチャンネル登録お願いしますと言っていただくという流れになっております。それでは罰ゲーム行ってみましょう。はい、じゃあつむさん行きましょう。はい、モノボケお題はこちらポットです。さあそれではいいですか。はい、それでは参ります。じゃあこっから舐めるようにいくんだねセクシーにお願いします。用意スタート、うん、ちょっと出てるんじゃない？チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます